族を失った男性の携帯電話には事故の一部始終が残っていました。高速道路に膝をついて泣く男性、大破した車のそばには妻と息子の遺体が横たえてあります。事故は先月、中国の山西省で起きました。地元当局によりますと、当時男性は家族を車に乗せてドライブをしながら、その様子をインターネットで生中継していました。携帯電話には男性が中継の BGM を変えようとして、前に止まっていたトラックに気づかずに追突するまでの様子が録画されていました。衝突の直前には事故多発エリアですと呼びかけるカーナビの警告も流れていました。